Thank you.
私が泣いたから、あなたが泣かせたと勘違いしたみたい。ありがとう。そうじゃないわ。おかげで立ち往生していたの。もう1時間もよ。部屋に置いてきた。だから他の方法で助けを呼ぼうと思って、そしたら SOS を受け取って来てくれた人がいたから。どうして？そうだけど、で、貸してもらってもいいかしら？
違う、ただの同居に。散歩しようと思ったら勝手についてきちゃったのよ。ハット、あんまり遠くへ行っちゃダメよ、置いてっちゃうんだから。うわぁ、困るの、いたずらばっかりして。邪魔。男の子ってすごいのね、そんな道具いつも持ち歩いてるんだ。私、草の上に座るのなんて久しぶり。柔らかくて気持ちいい。いいところよね、ここ。部屋の窓から見えるのよ。一度来てみたかったの。5年前？そうなんだ。じゃああなたは故郷に帰ってきたんだ。
グライダーだ。間違いない、あれグライダーよ。飛ぶんだ。うん、降りてきた。ここでいいわ。うん、いい。ありがとう。おかげで助かったわ。楽しかった。友達と遊ぶみたいで。私も本物を見たの初めて。素敵な思い出ができちゃった。
行くわね。あら？お客さん？どちら様ですか？訪問販売はお断りしてまーす。どうしたの、かなちゃん。ん？なんかお客さんみたい。お客さん？って、男の人！
の？あ、ゆかさん、知らない男の子がかなちゃんの裸を。なんですって？そろそろ飛び予想について落ち着いてる頃だと思って。どんな感じ？ん？当たり前じゃない。だってそこ、あら、言ってなかったかしら。大丈夫よ、オーナーさんも寮生の方たちも了解してくれてるから。あら、間違えて更衣室入っちゃった？どう、サナちゃん。まだいます。ほうほう、じゃああなたが新しい寮母さんなんだ。いいんじゃないの？誰か来てくれないともっと困るから。そうなのよね。でももっと年配の人だとばかり思ってて。はい。じアオイくんって言ったっけ？歳はいくつ？へえ、じゃあ年下なんだ。にやり。ます？ゆかさん、チェンジします？そういう事情なら。いやー、なんかごめんね。みんなおぼこい娘さんたちのもんで、若い男を前にして舞い上がっちゃってんのよ。
私はしぐれかな子。何かあったら私に言ってちょうだい。管理人さんの部屋は1階の廊下の突き当たりよ。もう一人いるんだけど、いわゆる引きこもりというやつで、そのうち出てくるんじゃないかな。汗かいちゃったから、もう一回お風呂入ってこよっと。さあ、それはよかったわ。言っておくけど、寮の子に手出しちゃダメよ。まあ、問題にならない程度ならいいけど。それから、前に言ったと思うけど、一人足の不自由な子がいるから。待ちなさい！ハット！ぐわー！このバカアヒル、私のパンツ返しなさーい。わっわっわっ。今度やったら北京ダックにしてやるんだから。ふう。もしもし、葵、聞いてるの？足が不自由な子がいるから面倒見てあげてねって話よ。どうしてあなたがここに？なんでここにいるの？新しい寮母さんだよ、小鳥ちゃん。はい？何よそれ、聞いてないんですけど。いようにも小鳥ちゃん、めったに部屋から出てこないんだもん。新しい寮母って男の子じゃない！そのやりとりは、うちらはるか昔に通過したから。
ハバネ小鳥です。ワクワ、この子はハト。お前ってもう知ってるわよね。わあ。本当にあなたが新しい寮母さんなの？昼間のことは忘れて。なるべく全部だけど、そうね、強いて言うなら、私が、この私がついうっかりポロッと泣いちゃったりしたことよ。忘れろ、今すぐ。あのね、新入りのあなたは知らないだろうけど、私これでも。で通ってるの。ビューティーよ。ちょっと言い間違えただけ。もう一回言うから、もう一回やらせて。
料理上手だね。おかわり。わかってるね。だからね、男の子に免疫がないのよ。いくら学校で同じでも、寝起きの緩み切ったすっぴんが見られちゃうわけじゃないからね。ごっそうさーん。あー、美味しかった。ま、みんなそのうち慣れるって。じゃ、行ってきます。私の足のことを心配してるなら余計なお世話よ。ふんた。
あ、もしかして…葵？やっぱり葵だ！嘘！本当に？もしかしなくてもアゲハよ。忘れちゃったの？私の顔。しつこいな。他にどのアゲハがいるってのよ。正真正銘、本物のヒメギアゲハです。この子、水瀬葵くん。転校生よ。サッチンは覚えてるよね。私と葵は幼馴染なの。昔、ここに住んでたんだけど、転校してっちゃったのよね。伸びたわね。最初誰か分かんなかったわ。昔は私といい勝負だったのに、男の子はずるいな。そう？どうだ、いい女になっただろう。
やったね。ほほう、早速女子のチェックですか。4年か5年の先輩じゃないかな。それにね、うちってこの手の専門学校にしては女子の比率が多いんだよ。校舎の建て替えと同時期に女子生徒の受け入れを強化したんだって。設備も最高だよ。冷暖房完備、完全バリアフリーで、どんな人も安心して学校生活が送れます。でもさ、葵、ほんと変わったよね。顔とか、昔はもっと可愛らしかったのに、なんかゴツゴツしちゃってさ。ひどっ！私、ゴツゴツなんてしてないもん。あんちゃんから聞いてなかったら気づかなかったわよ。そう、葵が帰ってくるってね。あんたね、帰ってくるなら連絡くらいよこしなさいよね。
昔の私ならアックスボンバーかましてるところよ。ハバネさんならうちのクラスだよ。今日は来てないみたいだけど。ここんとこずっと休んでるんだ。体調が良くないみたいでさ。おい、山本、英語の辞書を貸してくんね。お、ちょうどいいところに。おーい、マーボー。だよ、アゲハ。なんか用か？お前と仲良くしてっと、エリちゃんのご機嫌が悪くなんだよ。あれってやっぱ、ジェラシーってやつだよな。いいからこっち来い。あ、誰これ、転校生？アゲハは見た目結構可愛いけど、中身男だから気をつけろ。なんだよ。は？俺だよって。え？お前、葵？にや。なんで葵がここにいるんだよ。ってか、転校生って？あんた驚きすぎ。そりゃ驚くって。
お前こそ。本当に葵なのかよ。おかえり、葵。うんうん、熱い友情ってやつだね。会いたかったよ、あお。じゃねえよ、この裏切り者。いきなり出て行ったと思ったら、ろくに連絡もよこさねえで。俺やアゲハがどんな思いでいたか、てめえ知ってるのか。いやいや、勝手に私を巻き添えにするな。そのくせよくものこのこと。この裏切り者め、俺は絶対許さないかんな。お前なんか嫌いだ、バーカバーカ。子供かい。こうなると思って教えてなかったんだけどね。知ってたらあいつ最初から全開であんな感じだっただろうから。あいつ最近彼女ができて調子づいてんのよ。小さい頃は、葵、アゲハ、待ってよとか言って私らの後にくっついてきてたのにね。大丈夫、すぐ元通りになるって。だってあいつ葵大好きっ子だもん。そう、可愛いじゃない。なんでハバネさんのこと知ってるのかなって。寮の管理人？そうなんだ。このまま来なくなるんじゃないかってみんな心配してる。あんまり学校が楽しくないみたいなんだ。私？もちろんだよ。だって楽しいじゃない、学校。そっか、そうなんだ。
あ、ミナセ、お前あのミナセだろ。お前帰ってきたんだってな。もう部活は決めたのか。野球部入れよ。お前ならすぐレギュラーなれるぞ。
ぱりそうか。これでよしっと。ん？いや、こんにちは。したのかい？勝手に入ってくれて構わないぞ。しまったらしいぞ。
いた。まだ残ってたら一緒に帰ろうと思って何回もかけたのにちっとも出ないんだもん。着信履歴見てみ。はあ？なんで？それじゃ携帯の意味ないじゃん。そうだけど、そんなの守ってる子いないよ。せっかく番号教えてもらったのに、これじゃ意味なしだよ。さっきあんちゃんから聞いた。メアドも送ってもらったから、これからバンバンメールするね。じゃあ帰ろっか。どうだった？転校初日は。それは言えてるかも。みんなやりたいことがあって来てるからね。入りたい部活は見つかった？うち運動部はあんまり盛んじゃないから、葵には物足りないかもね。私はロボット部。ロボット作ってコンクールに出るの。葵だったらいつでも大歓迎だよ。それじゃあ私こっちだから。ああ、引っ越したんだ。風見商店街が再開発でなくなったのを知らないの？でっかいショッピングモールができたの。うちの店もそこに入ってるんだよ。また休みの日にでも案内してあげるよ。じゃ、また明日ねー。何？いいっていいって。今度パフェでもおごってくれたらそれで十分。私も、葵が見た目以外変わってなくてよかった。あは、見た目もそんなに悪くないよ。極秘情報をリークするとね、今日だけでいろんな子から葵の携帯番号を聞かれたし。訂正。スケベになったね、葵。健全な男子である証拠か。しばらく会わないうちに大人になっちゃったんだね。
だね。おかえりなさい、葵。また明日からよろしくな、アイポがいないか見てきて。ほら、あいつよ。あの意地悪な男子。やるわよ、ついに。ガガン。
と来ただけ。やっぱり意地悪だ。風邪ひいてるの？ケホケホ。私はあなたを寮母と認めた覚えはないわ。大体男なのに寮母っておかしいじゃない。ふんた。あなたには関係ない。だから、私はあなたを寮母だなんて。言ったでしょ、この私がお礼言うなんてすごく珍しいことなんだから。ほんとよ、オオサンショウウオくらい希少なのよ。逆に感謝してほしいくらいだわ。
カンナだから何もできない。アイス食べる？高いやつよ。口の周りがペタペタするから。元気出しなって、葵くん。ちゃんと美味しかったよ。お腹空いてんだね。葵くん、なんか食べるものある？それでいいよ。んーよ、誰のペットでもないよ。私がここに来る前から住み着いてたの。誰がいつどうして持ち込んだのかは不明。だから、ハット先輩。それが違うんだって。いつの間にかいたって言ってたよ。だから、ペットっていうより同居してる感じかな。さてと、ひとっ風呂浴びるかな。なんでよ、いいじゃん、夏なんだし。
チ。髪は髪よ。本当に見てない？